ペテルリュクさんペテルリュクさんは、フランスマルセイユ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。ジネディーヌ時代を排出した AS カンヌの下部組織で育ち、フランス国内では FC ジロンダンボルドー、故郷のマルセイユを本拠地とするオリンピックマルセイユなどに在籍していた。2001年からセルタで b 後にレンタル移籍し、翌2002年には完全移籍を果たす。 以降はスペインを拠点に活躍している。2003から04シーズンにセルタがセグンダ・ディビシオンに落ちたのをきっかけに、名門アトレティコ・マドリードに引き抜かれる。アトレティコでは、セルタ時代の輝きにも勝るとも劣らない働きをし、クラブの中で1、2を争う安定感の持ち主であった。2007年夏、レアル・サラゴサに移籍したが、チームのセグンダ・ディビシオン降格に伴い、 ラシン・サンタンデールへ期限付き移籍した。セビージャ FC に移籍したアルド・ドゥ・シェルを埋めるべく、23試合に出場した。2009から10シーズンは保有権を所持している、サラゴサに復帰したが、怪我で1年間棒に振り、公式戦の出場はゼロだった。その後、サラゴサから戦力外通告が言い渡され、2010年7月には、 スコティッシュプレミアリーグの名門セルティック FC のトライアウトを受けたが不合格に終わる。2012年12月10日、MLS の FC ダラスとの契約が発表された1997年の FIFA ワールドユース選手権にフランス代表として出場した。フランス U-21 代表として5試合に出場して2得点している。ありがとうございます。